こんにちは、真田光です。今日はハワイに行っています。今日はですね、経営多式でたったの半年で人生を激変させる方法についてお話したいと思います。わずか1年後の今日には、年収プラス1000万以上が達成できる実感を持てるようになっているかもしれません。あなたのもう一つの物語の始まりかもしれません。この経営多式の取り組みを開始して、3ヶ月で月商100万円というのがですね、スタンダードになりつつあります。そして6ヶ月後には月商500万から600万水準達成できる方々が何人も誕生しています。利益率が 20% から 30% というふうに考えると、このくらいの売上から年収プラス1000万水準が見えてくるんですよね。皆様、経営多式を本業として取り組んでいるわけではなくて、本業がフルタイムのサラリーマンでも、副業として起業とした経営多式でですね、3ヶ月で月商100万、6ヶ月で月商500万から600万、これが実現できることが立証されているわけなんですね。言い訳がしづらい状況になっていますよね。で、当初ですね、ミスターケータが設計したスケジュールでですね、eBay を中心として取り組んだ場合、1ヶ月目に eBay の理解、アカウント開設、そして販売開始という形になって、2ヶ月目に出品、リミットアップ、評価集め、ここで初売上が立って、3ヶ月目で出品、リミットアップ、評価集め、月商5万から20万。4ヶ月目で継続しながら外注化、仕組み化。ここで月商5万から50万。5ヶ月目で継続しながら外注化、仕組み化。ここで月商10万から100万。6ヶ月目でリピートネットショップ戦略、月商10万から200万。7ヶ月目以降で継続積み重ねを行って、月商10万から300万を目指す。という形でですね、月商100万を突破するのは早くても5ヶ月目ですし、6ヶ月目でも最大月商200万というのが想定された設計図だったんですね。実際に第1期生の経営多式月商2500万超えのオーストラリアに住んでいるオーストラリアさん、たったの2年でシュランの水準に到達したマカン・エムタさんになったんですね。まさにこのスケジュール感で01から軌道に乗せていって、真剣に取り組めば過去の学歴、職歴、性別、年齢、才能、一切関係なく誰しもが実現できる数字でもあるということを立証してくださいました。ところが第2期生、第3期生とですね、年を得るごとに各代の先頭集団がですね、どんどん早期に月商100万を突破、月商500万超えになるという現象ができていて、第3期生に至ってはですね、ON さんや OU さんなど現役サラリーマンでありながら3ヶ月目に月商100万を突破して6ヶ月目に月商500万から600万を突破するっていう現象が発生し始めたんですね。重要なことは誰か一人だけ実現できたわけではなくて、過去の経歴も全く別々の方々がですね、同時多発的にこのような結果を叩き出していることなんですね。つまり真剣に取り組めば誰しもが実現できる結果であるとも言えるわけなんです。経営多式はその設計図の特徴上ですね、月商100万くらいの段階だとそれほど利益が出ません。楽天や PayPay とかのポイント還元とかね、消費税還付、この分だけが利益っていうような感じからスタートするんですけれども、月商300万を超えてくると本格的に利益が出始めるわけなんですね。月商500万で利益プラスポイント還元プラス消費税還付、これ売上の 30% 収益イコール月収150万相当という驚異の利益率を達成している仲間たちもいます。取り扱う商品によっても利益率は異なるんですけれども、第1期生から第3期生までも見てみると、利益率は売上のだいたい 20% から 30% といった感じなので、月商500万で月収100万から150万、年収に換算すると年収1200万から1800万相当という形になるわけなんですね。ちなみに補足ですけど、この相当っていう表現しているのは、実際はポイント還元と消費税還付は厳密に言うと収入っていう表現ではないんで、このようにしています。でも逆に言えばこれらはですね、税金のかからない収入に該当するのでメリットは大きいですよね。実際この月商2500万を達成してしまった第1期生のオーストラリアさんはですね、税金が大変だという形で皆さんが集まる経営多式総会で嬉しい愚痴を漏らしていました。収入でいうと月収500万から750万、20% から 30% 等々なんで、こうおっしゃるのは当然ですよね。この段階になるとですね、ビジネスよりも会社法人の経営の知識がより求められるわけですから、ここまでいかなくてもですね、まずは月商500万に達成すると年収1000万アップというのが現実として見えてくるんではないでしょうか。まずはこの領域に到達すべく全力で取り組んだ方がいいですよね。